太郎のビッグバン。はい、堤幸太郎でございます。今日もですね、腕立て伏せ実験をするためにこちら阿波川島駅というところに来ました。はい、でどんな感じかなって、なんかね、売店があったのかな、まあ、以前はいらっしゃいませなんていう文字も見えるんだけれども、まあお店やってる風でもなくって、でなおかつどういうところかって言ったら、待合室はこんな感じで、待合室から覗く、はい、こうゆっくりわざとこう回転させるとレールがよく見えるかな、いい感じに。そうですよ、列車、列車じゃないや、レールがまあ延々と続くというやつですよ。はい、でここでちょうどいいところに、なんだベンチがあるので、そこでヒップスラストをやった後に腕立て伏せをやっていこうかと思います。ちょっと斜めっていうか、こんな感じか、多分こんぐらいで水平にのか、上げて一瞬止めてゆっくり下げるといいらしいというふうにペンネーム杉山さんからのことがあったん で止めてゆっくり下げる、本当だ、効くね。どんどんなんか筋力が溜まってきたような気がしますというところで、はい、表に出てみましょう。このちっこい待合室っていうのを出て、それでよいしょ、駅舎をこう横にだーっと歩いていきので、こんな感じ、なんかのどかだねって感じ。ほら、ぐるぐる回しても、ね、山っきゃないでしょで、じゃあ今バックにあるのは何かというと、私大好きな、エロ本墓場でございますね。白いポストがこちらにあるので、こちらを成敗しようというところでございますと。じゃあ今日から何をもって成敗するのかというところなんだけれども、こないだまでは伊達政宗、一番最初に伊達政宗公のこの兜を使ってっていうことをやってたんだね。だけどもその阿波の国っていうか徳島県っていうのは、本当は三好長慶っていう武将が治めてた地区なんで、こちらに、はい、新しい兜ですね、三好長慶後継、モデルを作ってみましたので、こちらでやってみようかと思っております。よいしょ、うわー、なんかすごい頭のとこが蒸れるねこれさあ、犬の陸くんが応援してくれるでしょう、きっと無言の応援を。さあ何回できるかっていうところですね。あれなんでだろう、73
3回目はもうダメだったんで72回ということでございました。今まで3日4日はね、そうだよ、100回が達成できてたんだけども、ちょっと今日はなんか不手際があったらしく72回というところでございます。でちょうどたまにしか来ない列車が来たので、私なめで、列車を取っての終わりにしましょう。鉄道研究会藤岡さん見てますか？はい、他鉄道大好きな人じゃんじゃんですね、お便りコーナーに送ってもらえたらと思っております。で、こんなボタンとかこんなボタンいっぱい押してください。よろしくです。では次の動画でお会いしましょう。シャバドビアシャバドビアシャバダバダー。